どうも、まるちゃん始まりました。なんと今日は編集部から新たな新メンバー石橋が来てます。イエーイ、はじめまして、石橋です。初登場よろしくお願いします。裏方でやったりしてて、いつも頑張ってくれてるしばしがついに日の目を浴びました。そうですね、いつも見てね、うん、こうした方がいい、あした方がいいって言ってますけどね、自分ができるのかっていう今日は表に初登場で す, です、はい、よろしくお願いしま す, します。まるちゃん、今日石橋が紹介してくれるのは何でしょうか。はい、こちらです。チップスエニートランスフォームリュックブックというものが発売されます。多機能な予感がしますね。本当ですか。なんかチップスさんってすごい有名なブランドさんで、うんうん、うちでもチップスのマルチメディア何冊かやってますね。でいろいろお世話になってるんですが、うんうん、今度この春からチップスエニーっていう新しいブランドが出ることになりまして、チップスエニー今年の春からデビューするブランドなんですけど、うんうんうん、まあ、男性でも女性でも使えますし、うんうん、お子さんなんかも使えたりして、うん、まあ、いろんな人が使いやすいスタンダードな服を提案しているブランドになります。なので今回はそのみんなが使えるっていうのがテーマなので、うん、アイテムもそういう風な感じにしたいなと思って、うん、あー、なるほど。ちょっとデザインが男性も女性も、はい、子供も持てるかなっていうので、うんうん、このリュックにしました。今までのリュックって結構カチッと系が多かったけど、はいはい、これはちょっとクシャッとしてるところがおしゃれですね、うんうんうん、っていうような感じの見た目なんですけど、うんうん、一番のポイントが、うん、まあ、タイトルがトランスフォームリュックという、気になってた、はい、タイトルなんですけど、うん、フロントポケットを外せるんですね、うん、あ、やっぱり外せるんだ。そうなんです。本当だ、簡単にこう外すと、うんうん、これが、あ、取れた。そうなんです。すごい。まず一つポーチとして使えるっていうのが一つ目の使い方、まあ、この中にいろいろリップとか鏡とか、なんか目薬とか細々したものを入れて、なんか旅行の時とかって結構いっぱい持っていくと思うので、そうだね、なんか一気に入れられていいかなと思います。この大きさが一つあると重宝しますね。で付属品でこのショルダーがついてくるんですけど、うんうん、これをつけてサコッシュとしても使えます。なるほど。こんな感じで、すごい、ほんとだ、サコッシュに早変わり、え、いい感じ、やった。そうなんです。こちらにはなんかリュックから取り外して、うん、なんか旅行中にパスポートと、まあ、携帯とか入れてお散歩に行く時とかに便利かなと思います。で普段使いもしていただけるかなと思います。これもアジャスターで調整できるので短くもできますし、最長120センチなんですけど、男性の方でも持っていただけるサイズになるかなと思います。でロゴも入っててすごい可愛いんですけど、刺繍のロゴがすごく可愛い。そうなんです。シップスエニーの刺繍のロゴがこのフロントポッケ部分とこのバック部分どっちにもついてます。なんかさりげない刺繍だからいいですね。はい、まあ、サコッシュとしても使えて、リュックとしても使えて、うんうんうん、ポーチとしても使えて、うん、あともう一個ポイントがあります。ショルダーを外して、ショルダーも外して、はい、こういうポーチなんですけど、うん、畳んでバッカブルポーチとして使うことができます。あー、なるほど、はい、なのでちょっと畳んでいただいて、入っちゃうわけですね。そうなんです。すっぽり入っちゃいました。なのですごい旅行中とかすごい便利ですよね。いや、めちゃくちゃ軽いね、うん、これね。なのでこの形でちょっと旅行カバンに忍ばせてもらって、なるほど、なんかお土産とか増えた時に取り出して背負ったりとかしてもいいかなと思います。っていう商品です。はい、こんなちっちゃくなっちゃいました。でこの商品なんですけど、うんうん、利き手がロープハンドルで手置き方とかでも掴みやすいかなと思って、うんうんうん、ここのポイントなんですけど、うん、すごいガバッと開くことは良さそう、はい、そうなんです。こんな感じでパカッと開くので、うんうん、大きめのシャツがすっぽり入っちゃいます、うん、はい、雑誌も A4 サイズもすっぽり入るので、うん、勉強道具とか入れるのとかもいいかなと思います、うんうんうん、でお財布とタオル、うん、この500ミリのペットボトルもすっぽり入ります。おー、入った、いっぱい、はい、入りました、うん、ここにこれがついてるのがいいですね。そうなんです。外出先とかで便利ですよね、うん、ね、引っ掛けられると、うん、ご飯食べる時とか引っ掛けられるし、うん、便利で、こちらなんですけど、うん、ショルダー部分に両方
後アジャスターがついてるので、うんうん、いろんな背の高さの方に使っていただけるかなと思います、うん、それはいいですね、うんうん、早口すぎます。いやでもテンポ感はいいんじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫。じゃあ終わり。終わり。これリュックだけじゃなくて本もついてるんだよね。はい、そうなんです、うん、男女のモデルさんに出演いただいて、うん、ちょっと同性カップルのような雰囲気のファッションストーリーをつけていますので、うん、ブランドの雰囲気とかも味わっていただければと思います、うん、楽しみです。こちらの 6A2 トランスフォームリュックブック、はい、お値段2390円プラス税で全国の書店さんで発売されます。 Amazon さんなどでも予約が始まっていると思いますので、こちらもチェックしていただけると幸いです。まるちゃん、初めての YouTube どうでした？めっちゃ緊張しました。なんかみんながすごい緊張したって言ってるのを、うん、みんないつものメンバーなのに緊張するのかなって思ったんですけど、うん、やっぱカメラがあると人って変わりますよ、うん、すごいですねって思いました。ユーミンが改めてでもまだ緊張してる。カミカミだった。カミカミは治りません。治りません。でも頑張っていい頑張って、これからも、これからもまるちゃんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日もまるちゃんご出張を早速作業苦手。作業は難しいですね。まるちゃん、本日もまるちゃんご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。